はい、フリーランス向け集客支援スクール大人企業専門学校学長北野です。今日はですね、フリーランス1000名以上輩出してきて、まあ起業家1000名以上ですね、僕ら実際に見てきて輩出してきた中で思ったお金持ちになりやすい人の特徴5000というテーマで今日は話をしていきたいと思いますということで、まあ実際今日の動画最後に見ていただくことによってですね、マインド面ですね、いつもはどっちかというとその集客のノウハウであったりとか、まあそういったテクニック的な動画が多いので、今日はどっちかというとどういう考え方で日々行動していけば、より成功しやすくなるのかっていうね、まあそういった成功しやすい人の特徴を吸収するって結構重要だと僕は思ってて、僕もすごい意識してるんですけど、それを今日ちょっと紹介していきます。で、お金持ちになりやすい人って確かにいるんですよ。で、この人って、まあ、特徴ってよくね、YouTube とかで他の人の動画でもそうだし、本とかでも、大体、10個の特徴とか15個の行動パターンとか、いろいろパターンが分かれてくると思うんですよ。で、その中でも今日はよりそれを一般化してですね、さらにシンプルに5つのパターンにね、僕はちょっと分類して分けたので、それを今日ね、ちょっとお伝えしたいと思います。で、まず1個目の特徴っていうのが、何かっていうとですね、まあ、些細なことなんだけども、面倒なことをコツコツ継続できる人ですね。本当にこれですってぶっちゃけ僕思うんですけど、めんどくさいことをコツコツできる人ってそもそも全体の2割もいないんですよ。でよく成功する人とかって、まあ、要はじゃあ年収1億円ある人とかがってそんなにいないわけですよ。人口で見てもね、年収1000万超えてる事業主だって 4% しかいないって言われてるぐらいですから、成功する人ってちょっと変なんですよね。変人が多いで、それは別に悪い意味ではなくて、だから面倒なことをコツコツ継続できるって、例えば起業するとかってぶっちゃけめんどくさいこと多いわけですよね。まずじゃあ会社を登記して、じゃあ手続きをして、税務申告をして、で会社を作ってとか、まあフリーランスでもね、これからビジネスを作ってとか、ウェブサイトとかなんかそういう媒体整えて、 SNS で情報発信して、お客さん集めてきて、集客して販売して、資料を作って、また営業しに行ってとか、入金管理やってとか、契約書関連やってとか、結構めんどくさいこと多いわけですよ、自営業って、ね、まあその分儲かるんですけどねっていう話で、こういうことをちゃんとコツコツ継続できる人っていうだけでも、それだけ全体僕2割に入れると思ってるんですよ。どんだけ頭が、僕みたいにあんま良くないと思ってるんですけど、頭の良さ関係ないですね。で、今お金なくても全然大丈夫です。借金があっても大丈夫です。こういうぐらいやっぱ真面目な人ってやっぱ成功しやすいんですよ、ある意味ね。コツコツ継続できるってだけでも。だから、これをね、意識してほしいなと思ってて、で、ほとんどの人ってのが新規ビジネスやっても3ヶ月以内にやっぱ8割の人は辞めてしまうと、フリーランスもそうですね、言う人です。例えば、コーチコンサルタントになりたいなとか、オンラインでビジネスしたいな、コンテンツ作りました。でも2ヶ月ぐらいでも情報発信ちょっとめんどくさいから辞めちゃうとか、インスタグラムの発信めんどくさくて辞めちゃうとかですね。まあ、なんかちょっと忙しいからって言って自分に言い訳をつけてできないって人多いんだけども、これすごいもったいないと思います。だから逆に言うと、なんかね、ビジネスで成功する人とかって結構うちのスクールとかだと6割ぐらい今女性の方だったりするんですけど、女性の方でも、例えば旦那さんのね、給料を越したいだったりとか、ね、旦那さんにね、全然儲かってないじゃんと、ね、それってただの趣味企業じゃないって言われて、すごいそれでプチッと悔しくてですね、プチッとなって、旦那を見返してやるっていう思いで執念で稼いで今月収300いってたりとかね、いう人とかやっぱ負けず嫌いだったりとか、あとはまあ根気強い人とかね、まああとは目標がちゃんと明確な人、例えば自分でしっかり稼いで家族と一緒に旅行に行きたいだったりとかね、早く家のローン返したいとか、まあそういった目標が具体的な人はやっぱり継続できるし、あと守りたい人がいるだったりとかね、あとはもちろん別にフェラーリ乗りたいでもいいと思うんですけど、その執念が強ければ稼げますね。はい、というところが多いです。はい。で、二つ目はですね、フットワークが軽く行動力がある人ってことで、これフットワークはめちゃめちゃ重要ですね。で、僕結構ですね、これ僕の場合なんですけど、フットワークめっちゃ軽いんですよね。で、昔からそうで、結構先輩の経営者さんにですね、誘われても、もうすぐに行くと。もうノーは一切ないので、もうすべてイエスで乗っかるって決めてたんで、だからイエスマンの方がですね、最初のうちはある程度やっぱチャンス掴みやすいと僕も思ってて、結局例えば、ビジネスうまくいくときとかって、自分よりもうまくいってる人から例えばアドバイスもらったりとか、あと結構そういう経営者さんとかって結構コンサルティングで高かったりして普段会ってくれないんだけども、ちょっとこういうとこは今飲み来てるんだけど今来れそうって言った時にすぐ行きますって言ってすぐ行ける人ってやっぱ可愛がられるわけですよね。で、まあ僕は別に可愛がられたかっていうと、まあそれはわからないですけども、っていうのを僕もやってたから、なんかすごいそれでお仕事いただきたりとか、チャンスをいろいろ繋いでもらったりして、僕も今があるってことがあったりするので、フットワークがかかるってすごい重要です。だからなんか行動しに行く時とかもそうですよね。例えば、じゃあこれからね、アパレルの仕事やっていきたいんだったら、洋服の作り方わかりませんとかスタートすると思うんですよ。そしたらもう片っ端からまず電話して、業者に行って工場行ってみるとかっていう、もうとりあえず行ってみるみたいな。っていうのはすごい重要です。で、実際ですね、やっぱビジネスうまくいく人、僕も見てて思うのが、とりあえずやってみるでやってみる人も多いんですよね。あんまりね、熟考してしっかり考えてるパターンの人もちろんいるんです。それはそれでいいんだけども、最初にしてぶっちゃけやってみないと分かんなくないですかと。事業計画いくら作ったところでやってみないと分からんやんと話なんで、とりあえず現地に行ってみる。とりあえず業者に問い合わせをしてみる。電話してみる。とりあえず自分なしで営業してみる。売れるか分かんないけどね。とりあえず商品作ってみる。とりあえず発信してみる。っていう形で、もう本当に3割4割くらいの完成度でいいから見切らしたりやっちゃうっていう人の方が、結果的には成功しますと。いう話ですね。もうよくわからんけど、とりあえずやってみるかと。まあ、優勢種の人の方が意外と成功者は多いので、まあ、よくなんかアホな人が成功できるっていう話ありますけど、本当にアホな人
かあんま成功できないと思うんですけど、別に頭が良くなくていいんですよ。ただ、とりあえずやってみよう。で、まあ、それの成り行きに任せて、その時また考えようっていうぐらいの方が、結構ストレスなくですね、成功できるというか、まあ、結果出すのも早いですね、こういうタイプの人は。なので、ぜひね、とりあえずやってみて、精神を大事にしてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、三つ目はですね、とにかくお金が好きってことで、やっぱビジネスやってる人って、やっぱお金好きなんですよね。で、お金好きな人と僕2パターンに分かれると思ってて、まあ普通に、お金いっぱい貯めて、その現金とか預金通帳を眺めるのが好きなタイプと、あともう一つは貯金は全然ないけど、その、稼いだお金を全部使って、例えばフェラーリ買ったりとか、いいマンション住んだりとか、家族と一緒に海外旅行行ったりとか、もう本当にブランド物買ったりとかっていうお金をとにかく使うことに喜びを感じる人っていう、まあ2パターンいると思うんですよね。で、まあどっちがいい悪いではないですけど、やっぱお金が2人とも好きなわけですよね。で、なった時に、やっぱりですね、お金が欲しいな、でもお金なくてもいいかなっていう風なですね、ぐらいの人だと、あんまりちょっとお金持ちになれないかなっていうのは僕は見てて思います。で、これでもしお金持ちになれるんだったら、宝塚人の行列並んでる人は、全員億万長者になってますかって言ったら、ほとんどの人はお金持ちになってないわけですよね。でむしろ宝くじどん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 お金を使っていって、むしろ貧乏になっていってるっていう話になるんで、それだったらもうちゃんと事業をやって、自分でしっかりとお金を稼ぎたいっていう、やっぱ強い意志っていうのはすごい重要です。だからやっぱお金を好きであるっていう人のところにお金集まるという習性がありますので、まずにね、お金はね、好きになりましょうということですね。だから昔、なんかお金に対してなんか嫌な思い出があったりとか、親にですね、うちは貧乏だからねって言われたそういう人って、まあ僕も昔そうだったんですけど、結構お金に対して罪悪感を持ってる人が多いので、そこはね、一回クリアリングをしてね、お金に対する見方を変えてあげるっていうのはすごい重要かなと思いますと。いうことですね。はい。そしてお金持ちになるためには、私はできることは全てやりますっていう精神繊維の努力を尽くしますっていう、これは自分に対しての覚悟の問題なんですけど、まあ、やっぱ起業とかフリーランスっていうのももちろん甘くはないので、やっぱ覚悟っていうのはすごい重要ですよ。で、さっき言って継続っていうのも、やっぱ覚悟がある人の方がやっぱ継続できたりするわけなんですよ。どんな辛いことがあっても乗り越えられるし、まあ、逆に言えばね、乗り越えられない壁は来ないって話もあるんだけども、やっぱそういう覚悟を持ちながらね、これからビジネスをぜひしていっていただけたら嬉しいなと思います。で、四つ目はですね、自己責任マインドですね。まあ、これは他の人のせいにしないってことです。よく商品が売れないのは、お客さんが自分の商品の良さ分かってくれない、客のせいだって言ったりとかですね。社長とかでも、会社の社長もね、売り上げが上がらないのは従業員がちゃんとね、仕事しないからだって言ってね、従業員を責める社長とかいるんですけども、結局のところ、じゃあ、例えばスタッフが働いてくれないっても、結局社長の責任なわけですよね。商品が売れないっても、結局自分の説明の仕方が悪い。じゃあ結局自分の責任なわけですよ。っていうふうに、全部自分でフォーカスすることによって、成長できるわけですよ。で、それを他人のせいにしていたら、100歩譲って他人が悪い場合もありますよね。例えばわかんないですよ。遊園地で、普通に歩いて、例えば彼女とデートしていてですね。とか、奥さんとデートしていて、遊園地ですね。アイスクリームを持った人とね、ぶつかって、服にアイスクリームがついちゃったりときに、まあ、それは100歩譲って相手が悪いっていうのもあるかもしれないけど、ちゃんと前を見て歩いていなかったら自分にも責任があるじゃないかっていうふうに考えられる人っていうのは、ビジネスでもうまくいく傾向が非常に高いので、ぜひね、これは押さえておいていただきたいなというふうに思いますと。で、いうことですね。で、5つ目は収入の20-30% は最低でもですよ、自己スキルにアップするための、自己投資にお金を使っていると、まあ、いうことですね。で、こういう話をするとね、よく自分のコンサルを売りたいから自己投資大事なんじゃないのって言ってるっていうコンサルって結構多いじゃないですか、ぶっちゃけね。でもそういうわけではなくて、これは本当に僕が見ていた人っていうのは、やっぱり収入の 20% はいつもと違うところのお金を使っている。だから例えば僕だったらバイトで稼いだ給料ほとんど自己投資に使ってたし、会社員の給料じゃあ手取りで20-30万もらってましたってなっても、それ毎月同じところに飲み代に使ってたら収入なんて増えるわけないんですよ。でもそれを、いつもと違うところにお金を使う。例えば本を買ってみるとか、セミナー行ってみるとかでもいいし、教材買ってみるとか、なんかスキルのために勉強してみるとかでもいいし、会計の勉強してみる、なんでもいいんだけども、そこにお金を使うことによって初めて知識、目に飛び込んでくる情報が変わるから人生が変わっていくわけですよね。であったりとか、その交流会に行って、人脈を広めてみるってもいいと思いますし、いつもと違うところに何かお金を使わないと人生で絶対変わらないんですよ、本当に。だから、このお金の使い方と時間の使い方でしか人生は変わらないので、ぜひね、このお金使い方を見直してみていただくっていうのはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、今日からね、ぜひね、まあ、勉強をやめた企業家はね、売上が落ちる、体育が始まるということですので、まあ、ぜひね、今日から何かしら一つでもね、変化、気づいていくことがやっていただきたら嬉しいと思います。ということで、今日の動画少しの参考の方、いいねボタン、チャンネル登録、また概要欄からプレゼントゲットしてみていただければと思います。それでは今日は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。